鈴木さやは日本のフィギュアスケート選手。愛知県名古屋市港区出身。四つ年上の姉の影響で4歳の時からスケートを始めた。2014年全日本ジュニアフィギュアスケート選手権に初出場し11位。翌2014から2015シーズンの全日本ジュニアフィギュアスケート選手権ではショートプログラムのルッツジャンプで転倒続く。 フリップジャンプでもジャンプが乱れ26位となり、フリースケーティングに進めなかった。2016から2017シーズン、全日本ジュニアフィギュアスケート選手権では、ショートプログラムで9位と出遅れたものの、フリースケーティングでは、ノーミスの演技で4位、総合で5位となり、全日本フィギュアスケート選手権への推薦出場を獲得した。初出場となった全日本フィギュアスケート選手権では、 ショートプログラムとフリースケーティングでミスのない演技で総合9位となり新人賞を獲得初めての海外試合への切符を手に入れた全国中学校スケート大会ではショートプログラムで2位となったがフリースケーティングでミスが相次ぎ総合5位に止まった初めての国際大会となったババリアンオープンではショートプログラムとフリースケーティングともに1位となり 優勝を飾った。アクセルジャンプを除いた5種類のトリプルジャンプを飛ぶことができる。コンビネーションジャンプでは、トリプルルッツからトリプルトーループ、ダブルアクセルからのトリプルトーループを得意とする。中日スポーツ2017年1月12日長官。ありがとうございます。